めまして、私は桜内莉子、浦の星女学院の2年生です。でもここの生徒になったのはつい最近なんです。内浦に越してくるまでは音の木坂学院に在籍していたの。音の木坂学院って知ってる？スクールアイドルのミューズで有名になった東京の女子校なんだけど、あーでも別に私自身は全然都会の子ってわけじゃないです。っていうかむしろ地味だし、って見たらわかりますよね。歌や踊りなんてあまりやったことないけど、これから一生懸命練習したいと思ってます。本当はこんな私にスクールアイドルなんてできるのかなって少し不安な気持ちも残ってるの。でもね、チカちゃんってすごいんだよ。一緒にいるだけでみんな笑顔になって勇気ももらえちゃうっていうか、だから不安な気持ちはとりあえず置いておいて、私もみんなと一緒にスクールアイドルの夢に向かって走ってみたいって思ったんだ。こんなに前向きな気持ちになるのってなんだか久しぶりな感じ。ここ内浦で私も新しい自分に会えるかも。これからどうぞよろしくね。音の木坂学院では私が